はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンド。2021年、7月、何日ですか？19日ですね。月曜日、FUG フットボールアンダーグラウンド、デイリー FUG マンデー、始めさせていただきたいと思います。お相手はいつものように、吉沢浩一が、送りいたしますが、はい、さすがにですね、私の部屋、冷房がついておらず、さすがに部屋で、配信をするのは難しいと思いまして、リビングにやってまいりました。今日は涼しい中で、行えるので、快適な、情報をお届けできればなと思います。大久保さん、こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそ、富山暑いです。埼玉も暑いです。いやー、実に暑いですね。私の、このリビングはですね、東、西となっておりまして、今太陽この辺なんですけれど、まもなくこう、後ろに入ってくるんですね。そうすると、西日が当たる部屋なんで、という後ろ駐車場なんで、暑いんですよね。なのでもうシャッターを閉めてしまうと。そんな感じでございます。はい。よろしくお願いします。皆さんですね、高評価、チャンネル登録、コメントの方をいただけるとですね、私励みになりますので、よろしくお願いします。ということで。J リーグはですね、昨日の J2 のゲームをもって、8月の9日までかな。約3週間くらい、J1 に関しては1ヶ月くらいですかね、中断になる、なって、まあ中断もなっている、入ってるんですけれど、オリンピックのためにね。まあ、そんなこともありまして、まあオリンピックが終わっても、すぐに、9月になると。ワールドカップの最終予選もありますので、なかなかね、選手が出たり入ったりするような状況っていうのはあるのかなと思います。ノリックさん、吉田さん、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、ノリックさん。駒場さん、こんにちは。よろしくお願いします。そんな感じでございますが、今日はですね、もうここに、サムネイルにも書いたんですけれど。まあ、平野ですね。平川忠明選手の、まあ、今コーチなんですけれど、引退試合がございます。はい。ですので、まあ、そんなところでですね、今週は平川祭りをお届けできたらなと思います。ツイッターで平川忠明引退試合と検索しますと、一番上に出てくるのは、私の今日の FUG のですね、このデイリー FUG のサムネイルが出てきますけれど、まあ今いろいろ記念グッズをこのタイミングでいい感じで販売してますよね。はい。浦和3レジェンズってことですね。いろんな選手の、クリアチャームですかね。そんなのがすごい大人気のようなんですけど。で、平が出るか出ないかとか、そんなのもあるみたいですよね。いろんな。僕ちょっと詳しくわからないんですけど。あとは、チケットを探していますとかね。うん。あと、選手もね、出場する選手もそれぞれにコメントをしているようで、この前ちょっと非公式に、練習試合があったみたいですよ。で、それで鈴木啓太選手が、啓太さんが、自分が思ってる以上に動けない、そんな話をですね、ツイートしたりしてまして、どんなゲームになるんでしょうね、この暑い中で。
7月の22日です。天気予報の方も晴れるようなので、はい。僕、顔が赤く見えるようなんですけど、光の加減だと思いますんで、決して赤いわけじゃないです。大丈夫です。もうさんね。小金井の玉ナンバー、吉田さん、FUG ファミリーの皆さん、こんにちは。お厚ございます。本当だね。水分皆さん、しっかりとってくださいね。OJMA さん、こんにちは。秋吉さん、こんにちは。F、こんにちは。ボブさん、こんにちは。ね。ボブさんとはね、この前、ちょこっと、メッセージで、やり取りをしたんですけど。ねえ、いろんなことがあるわけですよ。人生はいろいろでございまして。輝くときもあれば、日陰に入るときもあるので。その数はですね、誰もが平等ではないかもしれないですけれど、影日向っていうこともありますけれど、輝いてた人の周りは必ず影ができますので、ね、その影の中に入って、見えなくなってしまうこともあります。ね、何が、お前何を言ってるんだって話もあるんですけど、ね、輝いていてもですね、地球、のようにね、地球は輝いているわけじゃないですけど、太陽に照らされて輝いて、見える、青く見える星なんですけど、でもね、一日一回回っていて、朝が来れば夜がやってくると。で、そこをすれば、まあ、日陰に入るわけですよ。ですから、ずっと照らし続けられるわけではないと。そんなふうに思っております。ですので、出場できる選手、出場できない選手、いろんな事情があるんだと思います。ね。で、わからないと知りたくなるっていうのは、これも人間の探求心で、普通のことだと思うんですけど、知らなくていいこともたくさん世の中にはあったりして、自分もね、あ、聞かなきゃよかった、知らなくてよかったな、っていうこととかもあったりもして、時には、墓場まで持っていくんだ、みたいなね、そんなことを言う人もいると思うんですけど、本当にいろんなことがございますので、その中でね、これはあくまで例え話です。例として。なので、自分もね、例えばじゃあサポーターでって言ったときに、J リーグが始まったときに、本当に想像は、まあある程度はしてたし、そういうふうになるように仕向けてはいたんですけど、それを上回るね、状況っていうのが、自分でも想定できない、想定の外側、想定外の出来事が、もう、連日起こるわけですよ。起こったわけですよ。ね、それに対して、もう本当に自分が、能力、なんていうんですかね、取り残されないように頑張って走って、時にはそれよりも超えたりとかね。そんなことをこう繰り返し繰り返しして、今の、に至ってるわけですけれど。で、もちろんそのずっと輝いているわけじゃなくて、ずっと何かで取り上げられているわけではないので、やっぱり、なんていうんですかね、まあ忘れられてしまうことは多分ないんだけど、でも最近思うことは、例えば FUG にいらっしゃってる方でも、そのかつての第一世代のとして活動してた僕のことを知らない人がたくさんいるわけですよ。そうすると、面白いやりとりがあって、吉田さん、暑いからといってね、これツイッターにいただいたんです。さあ、暑いからといって、裸で配信しちゃダメですよって、もちろんね、裸で配信をしてね、ビーチクが映ったりすると、YouTube はアウトなんで、ね、だからエガちゃんとか、ビーチクにバツって貼って、テーピング貼ってたりするじゃないですか。ね、当然理解そういうことはしてるんですけど、裸になって暑いから配信しちゃダメですよって言うんだけど、いやいや、じゃああなたは私のこと知らないでしょって、裸といえば吉沢浩一ですよって。ね、そんなやりとりしたんですけど、言ってる意味わかりますよね。なので、おそらくね、自分よりも年が若くて、もしかしたら子供の世代、
僕52ですから、20代の半ばの人でも、子供、自分の子供って言っておかしくないんでね。そういう方なのか、まあ場合によっては30歳の人だって自分の子供っておかしくないですからね。だからそういう人たちのもしかしたら意見なのかなと思って。そしたらね、当然知る由もないんですよ。吉沢が裸で、ね、がトレードマークみたいな。まあそんなに実は、J リーグでも2年目以降は少しずつ服を着ていきましたので、95年なんていうのはほとんど裸になるようなことはございませんでしたけど、そうそうそう。これね、これが、見てもらえれば、こんな感じなんですよね。まあ今、こちら側であれですけど、みんな普通に見てるチャット画面の方ではね、僕の背中が映ってると思いますけど、はい。まあそれが、まあトレードマークだったんですけど、それで、まあ、平川選手なんですけど、まあ、7月の22日に、三菱重工カップということですね、浦和、これ、なんて呼べばいいのかな、スリーレジェンズでいいのかな、スリースターレジェンズでいいんですかね、対浦和レッズということ。ね、試合情報からまずいきましょうか。あ、今日、平からもそういえばメッセージ来たんですよ、朝。取材申請はここでできますよっていう連絡来てくれてありがたかったです。どうすればいいのかななんて本人に連絡しちゃったりしてね。なかなか、ラーレッツの広報から連絡来なかったんで。ブリッジさんどうも皆さんこんにちは。カリプソさん、こんにちは、ヨサさん。皆さんよろしくお願いします。はい。皆さんもね、少しずつ自分の個人情報を流してもらえるとですね、私の方もですね、うん、この人こうなんですよっていうこと。まあ、差し支えのない範囲でお話できるかなと思いますが、はい。7月16日に浦和レッズの方リリースされた情報でございます。7月22日木曜日祝日になります。浦和駒場スタジアムで行われます三菱重工カップ。平川忠明引退試合の試合情報をお知らせしますということですね。2021年7月22日木曜日祝日、17時キックオフ浦和駒場スタジアム。浦和スリースターレジェンズ対浦和レッズ。主催は、広域財団法人日本サッカー協会。すごいですね。広域社団法人日本プロサッカーリーグ。お、すごいですね。主幹が広域財団法人埼玉県サッカー協会と浦和レッズであります。放送に関してはですね、ここ大事なんですけど、平川忠明引退試合オンライン配信。これ有料でございます。で、ラジオ中継があります。ラジオ中継、私も金曜日に出演しております。レッズウェーブ。シティ FM 埼玉の方で、ラジオ中継があります。こちらは無料でございますので、もしよかったら、聞いていただければなと思います。で、タイトルパートナーが三菱重工業株式会社ということでございます。残念なのはですね、浦和駒場スタジアムは埼玉県まん延防止等重点措置の対象地域に指定されていることに伴い、収容人数上限5000人でファンサポーターのみの皆様がご来場いただける試合になります。チケットは予定販売枚数が終了となっております。会場時間は15時。新型コロナウイルス感染症対策の一環としてご来場されるすべてのファン、サポーターの皆様へ検温を実施いたします。キックオフ1時間前から入場門の混雑が予想されますので、密を避けることや、ウォーミングアップやキックオフに間に合わない可能性がございます。ね、その場合ね。当日は時間に余裕を持ってご来場ください。皆さんの ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。ここね、どうしても矛盾が出てしまうんですけど、そこは突っ込まないでくださいね。密になるな、でも試合時間に遅れないように余裕を持って出かけろ。そうすると試合会場の外に人が溜まっちゃうんですけど、うまく皆さんソーシャルディスタンス取ってください。まさき久保田さん、どうも、こんにちは。よろしくお願いします。OGM さん。ありがとうございます。今日は先日購入させていただきました T シャツを着て配信を視聴させてもらっています。着心地グッドです。ということでありがとうございます。嬉しいですね。昨日ね、大村さんもですね、沖縄大宮サッカー場に行って、あ、失礼、ナックファイブスタジアム大宮でしたっけ大宮サッカー場に行きまして、僕らにとってね、の大宮サッカー場に行って、
コミュアリティジャ対リク FC の試合を見に行ったようなんですけど、黒い T シャツにですね、フットボールアンダーグラウンド048-5025-5502ということですね。はい。お帰りなさい。マネージャーが帰ってきたんで、ちょこっと見せたいと思います。それを着て試合を見に行ってくれたらしくて、もうあのマスクをして、はい、じゃあ挨拶してください。はい。今日はもう短縮授業になったんでね、うちの、FUG のマネージャーも、こんにちは。はい、もう行ってください。もう、昼食もできておりますので、はい、その鍋です。あとはご飯温めて、この辺で食べてください。すいません、ありがとうございます。それでね、マスクをして見に行ってくれて、大変、喜ばしいというか、もう嬉しく、本当に、なんとか感謝していいのか分からないんですけど、OGMS さんどうもありがとうございます。では、あの、平川選手の情報に戻りますね。浦和スリースターレジェンズ出場予定選手、予定選手なんで変更もあると思うんですけれど、監督堀隆文、いいですね。コーチ土田久志、いいですね。1番ゴールキーパー山岸範弘、1番ゴールキーパー西川修作、2番ディフェンス坪井圭介、3番、ディフェンダー、宇賀神智也、4番ディフェンダースラッシュフォワード書いてないですけどね、そんなことはね、ディフェンダー田中マルクス・トゥーリオ、4番ディフェンス、YouTuber 那須大輔、5番ディフェンス牧野智明、7番ミッドフィルダー酒井智之、9番フォワード永井雄一郎、現在ははやぶさイレブンに所属しております。9番ミッドフィルダー武藤勇樹、現在は柏レイソルに移籍しております。はい。なので、このままで、わかんないな。彼のなんか引退試合があったら、もしかしたらやるかもしれないね。10番、ミッドフィルダー、柏木陽介、FC 岐阜に所属しております。11番、フォワード、田中達也、初代って言った方がいいんですかね。現在、アルビレックス新潟に所属しております。13番、ミッドフィルダー、鈴木啓太、そして14番、平川忠明。16番、俺、いつもこれ読めなくなっちゃうんだよね。はい。相馬武人。これ間違ってないですね。相馬武人ね。相馬武人。16番、ミッドフィルダー、相馬武人。相馬隆人。すいません。3回ぐらいやれば言えるようになるでしょう。そして、16番、ミッドフィルダー青木拓也、現在 FC 東京に所属ですね。17番ディフェンス永田満、18番小野伸二、現在北海道コンサドーレ札幌に所属しております。19番ミッドフィルダー内田秀樹、20番ミッドフィルダー堀之内聡、20番フォワード李忠成、現在京都サンガに所属しております。そして22番阿部勇樹、23番鈴木亮太、30番岡野正幸、30番興梠慎三、41番関根隆弘、46番、森脇亮太、現在京都サンガ FC に所属しております。こういった面々が現在浦和スリースターズレジェンズの参加メンバーとして決定しているということですので、はい、そうですね。応援ルールは太鼓等自分の席で叩ける鳴り物と。で、手拍子、拍手、タオル、マフラー、旗類、大旗、フリーザオ、ゲート旗、オフィシャルフラッグ、オフィシャルサポーターズクラブフラッグ、国旗類、含むフラッグなどを掲げること。横断幕の掲出。平川14ゴール裏指定、そういう、まあ、場所がそういうふうになってですね、ひな壇では立ち上がっての観戦応援が可能ですということです。禁止されている行為はこういうことです。歌を歌うなど声を出しての応援、指笛、ブーイング、タオル、マフラー、旗類、大旗、フリーザーをゲート機、オフィシャルフラッグ、オフィシャルサポーターズクラブフラッグ、国旗類を含むフラッグなどを振るもしくは回す行為ですね。トラメガやメガホンの持ち込み、
スタジアム備品を叩く行為、メガホンやトランペットなど道具、楽器の使用、ハイタッチ、肩組み等の密を作る応援、ビッグフラッグ、ただしお客様がいない席に掲出する場合は容認されます。横断幕掲出撤去については、横断幕の掲出方法は、掲出が可能な横断幕は事前申請が完了しているもののみとなります。横断幕を掲出希望される方は、12時に東入り口の、22日ですね、12時に東入場口前にお集まりください。掲出ルールの説明と会場前に事前掲出することができます。12時から14時の間に掲出をお願いします。事前掲出の際の入退場は東入場口のみとなります。スタジアムで観戦されない方の掲出も可能です。ここ大事ですね。ピッチレベルに降りての横断幕掲出撤去はできません。横断幕の撤去方法は、感染者で横断幕を掲出された方は全エリア退場後に撤去を開始してください。スタジアムで観戦されていない方は全プログラム、セレモニー等を含め終了から撤去可能になります。受付は東入場口となります。三菱重工カップ平川忠明引退試合における応援アイテムの取り扱いですね。本試合のみに使用する応援アイテムにつきましても事前申請制となります。すでに浦和レッズの事前申請が完了している応援アイテムにつきましても本試合で、つきましては本試合で掲出できます。詳しくはこちらの方で。ね、こちらの方でって今。こちらの方ですね。まあ、皆さんの方からはリンクがあると思います。そこを押していただければいいと思います。こちらですね。OJMS さんね、サイドを駆け上がる平川さんが見られるかなって、見られると思いますよ。体も随分絞れてきてますしね。秋吉さん、豪華なメンバーで平川さんがどれだけ愛されていたのかよくわかりますね。そうですね。できれば大きなスタジアム、ビッグスタジアムで、たくさんの人数に見守られて、引退試合ができればよかったんですけど、このご時世。それもね、いろんな状況の中で、のことだと思いますので、一番はね、平が分かってると思いますので、はい。おー、そうなんですね。鶴岡さん。こんにちは。お疲れ様です。今、納品中に聞いてます。何納品されてるんですかね。教えていただけたらなと思います。はい。そして、売店もあります。スタジアムグルメにつきましては、場内売店は会場から19時まで、メインスタンドに1売店、バックスタンドに2つの売店がございます。そして、場外の売店は1つ、13時30分から17時まで行われております。アルコールの販売につきましては、アルコール飲料につきましては、政府や自治体の自粛要請に従い販売はございません。また持ち込みにつきましても、埼玉県からの行政指導にのっとり禁止となります。随分ですね、天皇杯で駒場を使った時に、アルコール類の、空き缶随分見て、そのまま、まあ、持ってくるな、飲むなって言ってるわけなんですけど、そこは言ってねえのか。でも、持ち込みにつきましても、だから持ち込んでねえだろうってなるんですけど、持ってきて飲んだらそのまま持って帰ってください。風出してもらっていいですか？これ出てる？あ、出てるんですか？じゃあ温度下げてもらっていいですか？あ、暑い。はい、暑いです。はい。で、マッチデイプログラムの販売はですね、平川忠明引退試合におきまして、オフィシャルマッチデイプログラムの MDP の特別号を発行、販売いたしますと。詳しくは、こちらと。大丈夫です、大丈夫です。詳しくはこちらということで、まあ、ウラレッズのホームページがありますので。あとですね、入場時にマッチデーカードの配布が行われるそうです。ナンバリングはしていませんと。なるほどね。試合当日のスタジアムチケットブースへの当日券の販売はございません。試合当日のシャトルバスの運行もございません。浦和キッズマッチ、ね、の実施もありませんと。浦和レッズ以外のチームユニフォームグッズを着用、使用しての入場、観戦、ゲートキー等の応援アイテムの使用はできませんと。あ、そうなんですね。ね。
選手への花束贈り物については贈り物についてなんですけど、今こういう状況なので、スタンドからピッチ内選手に向けて贈り物を直接お渡しいただくことはできません。事前申請が完了していない個別でのメッセージボード等の掲出はできませんと、ね、多くのファン、サポーターの皆様よりスタンドから選手へのお花やマフラーなど贈り物をいただいておりますが、本社につきましては下記の通りお預かりブースを設置していますので、どの選手への贈り物かが分かる状態で、これ大事ですね。だ、武藤選手とか持ってっていいんですよ。ね、クラブスタッフにお預けくださいと、お預かりさせていただいた贈り物はクラブが責任を持って選手を渡しさせていただきますと。お預かりブースは東入場口付近と西入場口付近、メインスタンド2番ゲート、対応時間は会場後からキックオフ、試合終了から試合終了後30分ということですね。ぜひね、あと吉澤的にお願いがあるんですが、もしご覧にスタジアムに行かれる方がございましたら、チケット、写真とか動画とかを勝手にもう送りつけてください、私の方に。私、それをまとめて編集して動画にさせていただきますので。はい。で、もちろん、ご自身がそこに映っていただいても全く変わりませんので、今いいですね、我が家でね。家族のやりとりがあったりしていいですね、目の前で。はい。こんな風になっております。一応今確認をしましょうか。22日の天気ですね。もう考えればあと3日後なんですよ。はい。あ、嘘嘘。22日よ。4日後。今日19だよね。今日5日後。今日違う。今日18日？いや、今日は19。19だよね。22、34度。あ、本当。34度。そう、水分補給はね、本当にちゃんとしてくださいっていう感じですよね。何かあったらね、結局自分だけじゃなくて周りにも迷惑かかっちゃいますかね。でもそんなこと言うの日本人なんですかね。ね、まあ連日30度を超える超えてますし、まあ、猛暑日35度を超える日なんていうのもありますので、ですから、まあ、水分をしっかりとってもらって、で、人間か、体に蓄えられる水分というのは決まってますので、こまめに水を取れっていうのはそういうことなんですよね。なので、一口二口をですね、しっかりと、口に含むようにしていただければなと思います。現地行ける人いいな、羨ましいってことですね。本当そうですよね。これ、フリーでチケットを販売したら何枚売れたんでしょうかね。はい。で、今回に関しては、もう3試合を見るのもね、ちょっとお金がかかってしまうんですよ。なんだよっていう人いるかもしれないですけど、これ、引退試合って本来これ退職金を作るようなもんなんですよね。はい。ですから、入場料収益が、そのままね、経費を除いて選手に行くっていうのは、まあ、慣例なんですよ。そして、引退試合をするときの、まあ、ホストは、選手自身なんですね。今回であれば、平川忠明さんが、この試合のホストとなるわけなんですけど、なかなかね、日本ではそういうことが、まあ、うまくいかなかったりとか、まあ、成熟してないって言った方がいいかな。で、まあもう一つは、まあ今回の、このコロナ禍において、本来やりたいことができないっていう、そういうところなんでしょうかね。非常に、まあその辺のところは、なんと、言い難いんですけれど。はい。でも、まあ、楽しみですね。まあ、オフィシャルホームページの方にもですね、浦和レッズ、3スターレジェンズ対浦和レッズということですね。載っておりますので。で、7月11日からもスペシャルコンテンツが配信されておりますと。で、
チケットに関してはオンラインチケットっていうのが販売されておりまして、この試合のチケットですね。試合だけを見ようと思ったら2000円。で、すでに、事前スペシャルコンテンツが配信されております。それを見たかった時にはオンライン配信チケットが1000円。で、事後のスペシャル、事後スペシャルコンテンツ、引退試合終わらないっていうのがあって、オンライン、まあ、結構8月まで。まあ、ほら、当日の話があったりとか。ね、いろんな人のコメントやインタビューとかあるみたいなんですけど、1、2、3って今ね、言ったのは、チケットがあって、事前コンテンツがあって、事後コンテンツがあってって、それ1、2、3、それぞれ個別に購入すると4000円なんですけど、すべてのコンテンツを合わせて購入するときには3000円で済みます。FUG、おおっていうですね、FUG の T シャツ1枚分でございます。ですので、ね、そういうところでは。いいのかなと。あと、当日はですね、まあ、平川選手、たっての願いっていうこともあるらしく、C&K さんの歌が聴けるそうです。はい。二人組です。音楽ユニット。ね、クリビーとキーンからなる男性二人組のシンガー、ソングライターユニットですね。まあ、ネクストブレイクの期待が高い新人14年目って書いてありますけれど、もう平と、まあ、非常に仲いいらしく、ね、今回初めてご覧になる方もいると思うんですけれど、ぜひ当日現地に行く人は駒場で、テレビで見る人は、テレビって言うんですか、オンラインで見る人はそこで、C&K さんの歌の方も楽しんでいただければなと思います。秋吉さん、平川さんが現役時代、得点の後、必ず転んでいた点があります。まあ、ギリギリでするからね、その、ギリギリで、そもにおいてゴールが多い選手じゃないですから、うん。ゴールを思い出しても、まあ、数えるくらいなので、まあ非常に思い出せますけど、撮るとちょっと嬉しい感じしましたけどね。人間的にすごくいい人ですね。今回サムネイルに、このせがれとの写真を撮ってもらったんですけど、どこで会っても気さくですね。ちっちゃい、不思議なことにどっか、うちが家族で食事に行くとそこで会っちゃったりっていうのが多かったんですけど。全然庶民派ですね。いいですね。そういう感じだったと思います。じゃあ、平川忠明さんってどういう人なんだ、ね、平川忠明さんは1979年5月1日、静岡県静岡市出身、清水市ですね。旧清水市出身ですね。ね、元サッカー選手でございます。で、これ、ウィキペディア、今僕読んですけど、ウィキペディアっていうのは誰でも書くことができるんでね、はい、僕は結構使うんですけれど、アイコンですね、シンボル。ラレッツのシンボルの一つ、一人だったと思うんですね。まあ、バンディエラっていう言い方もあるんですけれど、僕はその、アイコンっていう使い方をしたいなと思いますが、清水商業から筑波大学に入学と。2001年ユニバーシアードの日本代表の主将と。ねえ、ハンソフトはですね、右サイドバックから左アウトサイドバックに抜擢したってことで、ね。当時左サイドバックには三上拓也っていうのがいたんですけど、どうなのって言ったらやっぱ早いって言ってましたよ。もうめちゃくちゃ早いって言ってましたね。もうめちゃくちゃ早いし、うまいって言ってましたね。ナビスコカップ初優勝の時のメンバーでございます。そして、2003年、入団2年目に、初めてのゴール、東京ヴェルディ戦で公式戦初ゴールでございますね。
意外と忘れてるかもしれないですけど、翌年にアレックスがやってきたんで、今度は左サイドバックはアレックスになってしまって、左サイドはアレックスになってしまったんですけど、その時どうしたかっていうと、スリーバックで、バックで出ましたから。いろいろね、そういう時期で、交代出場の時期があったりとか、でも絶対ベンチにはいる、試合にも出場する、そういう選手だったですね。で、あとは、そうだな、山田信久が右にいたんで、やっぱ右サイドができないってこともあったんですけど、山田信久の攻撃性をより生かそうということで、山田が、信久が中盤のアウトサイドに入るような時に、今度は右のアウトサイド、サイドバックに行って、それくらい、ユーティリティ性があったわけじゃないですけど、チーム事情によって、右、そして左。怪我も多くて、結構するなぁなんて、体も大きくないんで、仕方がないのかなとは思ったんですけれど、そういうところでは、でもいつも平がいるっていうのが、安心になったんじゃないのかな。はい。特に、オフと、そしてそのまま、後のね、ブッフバルト時代っていうところは、選手層も厚かったので、でも、選手層が厚いってことは、試合数も多かったですから、それによって、その要は、リーグ戦は336試合、長く在籍してるんだけど、意外に、多くないな、なんて思う反面、この頃の浦和レッズはやたら強いんで、ね、いわゆるナビスコで67試合、そりゃそうですよ。決勝まで行くような時があれば、10試合近く戦うわけですよ。10試合戦った年もあるかな。ね。で、天皇杯があります。天皇杯もこれ、ファイナルまで行くような時があれば、3回、4回勝つわけですよ。途中から出てきてんの、ね。で、ね、さらに J リーグチャンピオンシップに出て、スーパーカップ。で、ACL です。ACL だけで24試合出てるんですよ。クラブワールドカップにも出てる。もろもろ考えて、500試合にかけるくらいだった方がいいですかね。450試合くらい浦和レッズで出場してる選手なんですよね。トトロさん、こんにちは。水分もできたら、キュウリなど、固形物での水分補給の方がベストですね。そうですね。栄養補給も一緒にできますしね。明日のキュウリはお一人様、お一袋まで。限定18袋以上告知でした。これは、なんだっけ。ライモン。大門幼稚園の裏でトトロさんが火曜日と金曜日は野菜の販売がありますので明日は限定18袋しかないということですのでぜひ行ってください。そして一生懸命トトロさんが、栽培そしてきれいにサイズも合わせて、ね、販売するブルーベリー こちらも無農薬でございますのでぜひ行っていただければなと思います。これ、リロードしなきゃいけないですね、これ。ちょっとごめんなさいね。で、
流行り病がなければ他のチームの OB も集まったでしょうね。そうですね。個人的な新聞商業の同級生の池畑洋介。ああ、なるほどですね。出てほしかったです。OGMA さん。つまり小学生時代に清水カップで顔を合わせていたのかもしれない。ああ、なるほどですね。同じくらいの年齢なんですね。OGMA さんは、チームどこだったんですか？まさみくぼたさん、三上選手、懐かしいです。まあ、パパ友なんでね、僕は。普通にパパ友の飲み友なんでね、三上はね。楽屋。平川さんは、はい、そうです。J1 通算336試合球場。これはリーグ戦ね。リーグ戦。だからリーグ戦じゃないところで、ルヴァンカップ、今の、ナビスカップですね、当時67試合。天皇杯23試合、合計して426試合に加えて、J リーグチャンピオンシップ2試合、デロックススーパーカップ1試合、2試合、J リーグチャンピオンシップ1試合、これで何試合 ?2、3、4、5 試合、クラブワールドカップ1試合、ACL24 試合、なんで、もう、30試合、34プラス34試合ですからね、460試合ですね。トップの J1 で、 J2 知らないんですよ。 J2 知らないんですよ。2002年加入ですから、J2 は知らないんです。J1 だけで460試合ってすごいですよ。本当に。ねえ、いろんなものが恵まれればもっともっと試合出場があったんじゃないかなと思いますけどね。でも、僕はね、引退試合っていうかな、引退最後のね、公式戦になった時に、一つ思ってるのは、オリベイラでよかったと思います。オリベイラはやっぱりそういうの分かってましたね、最後。柏木陽介と交代だったのかな。うん。それで試合に登場、キャプテンマーク、柏木陽介から受けて、ピッチに入ったと思うんですけれど、あれ、ミハイル・ペトロビッチだったら使わないでしょ。うん、そんな風に当時思って、ノートにもそんな風に書いたと思うんですけど。ね、できればその最後の監督だったオリベラ監督にも来てほしかったですけど、ちょっとそれもまあ叶わなかったかな。やっぱね、この流行り病がございますので、はい。まあということでですね、明日、明後日もまた、平川忠明引退試合に向けて、まあ明日はセニョールが出るんで、まあなんか、引退試合に絡めた話でも聞けたらいいかもしれないですね。まあセニョール聞いてると思います。はい。印象的な。おお、そうですか。小学校時代は上尾のチームに所属してました。6年生になって、桶川の今のユニオンというチームにいました。ああ、そうなんですね。年齢的に清とかと同じくらいですか？飯塚清と同じくらいですか？全国大会に出た代かな、ユニオン。ユベントスだよね。当時トトロさん、小野伸二の平川選手のパスが平川選手が全力疾走してぴったり合うパスが引退試合でも見れるかどうか見どころです。いや、これは基本的に見られるようにするんじゃないですか。絶対、うん。そういうところでは。まあ、何も言わなくてもね。同じチームメイトでっていうのはもう一番じゃないですか。はい。あ、清が二つ上の先輩なんですね。なるほど。清は僕の9つ下の後輩ですね。松下さん、吉田さん、皆さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ということですが、松下さんいらっしゃって、ノースゲートさんを今お待ちしたんですけど、ちょっと今日はお忙しいようなんで、いらっしゃることができないようなんですが、FUG もですね、
オンラインで、リモートミーティングをしたいと考えております。第1回呼ぶのは、セミオル佐藤さん。ね。はい。参加できるのはですね、メンバーシップの方のみなので、もしよろしければメンバーシップに。告知をね、しますので、告知した後でいいと思うんですけど、メンバー、7月中に開催する予定でございます。7月、皆さんから、セニオールにこんなことを聞きたい、話したい、ございましたら、たくさんお寄せいただいて、すぐにね、わかると思うんですけど、何か言えば何かちゃんと返ってくる方なんですけど、中には、ちょっと調べたり、したいこともあると思いますので、先にこんなこと聞きたいなっていうのが分かっていれば、教えていただければ、より詳しいお話聞けるかなと思います。で、こういったね、海外の選手の招聘をしたりするのが、松下さん、平川さんもう引退してます、とっくに。引退試合が今回になるわけです。はい。松下さん。引退はもうね、ずいぶん前にしてるんですよ。引退も3年前ですね。2018年にしてるんです。そこはそうですよ。でもね、ガンガン走り込んでますしね。あとはね、俺、スタジアム、これはもう毎日言っちゃうかもしれないけどね。スタジアムで、僕らの記者席の後ろに、要は浦和の強化、いわゆるコーチたちが、そのスカウティングをする席があるんですけど、そこに平も来るんですよ。ですけど、なんていうんですかね、威張ったところは全くないんですね。で、明るい人ですけど、もうそこの時は仕事の顔として、スタンドの上に来てスカウティングをしてるんですね。なので、周りも分かってるんで、必要以上の声かけはしないと。そんなところです。わざと真嗣は現役時代レベルのパスを出して遊ぶのかなって。そういうことができるんですよね。そうですよ、松下さん。引退試合ですよ。引退試合なんですよ。はい。そして、久々に浦和レッズのレジェンドが集まる。そういうことですね。ACL を取ったことのある選手は、中には2回取ったことある選手も出てしまう。はい。そういうこと。日本で ACL2 回経験しているのは数えるしかいないですからね。阿部勇樹選手。くらいですか。ちょっとすぐ出てこないですけど。はい。そんな感じで、今日は、後半はございません。夜は違う配信をするかもしれませんけど、今日はこの辺でお開きにさせていただければなと思います。ありがとうございます。メンバーシップの方にも、ぜひ、入っていただければなと思います。あとは、ウェアとか、ウェアですね、アパレルの方も、いろいろとやれることはやりますので、今、なんか、ボーイズサイズの相談が入ったりしたんですけど、やりたいと思います。150サイズからは、この、プリントを入れられます。140サイズだとちょっと入らないので、背中に入っている FUG のマークを前に持ってきて、中央に関するか、横に関するかは分からないんですけれど、そう入れることはできます。はい。なので、それをビッグサイズのものでも作ることができますので、ちょっとご相談いただければなと思います。色違いに関してはもう少し待ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました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 。それでは、この辺でお開きにしたいと思います。チャオ。ああ、待ってください。チャオ。